山田さんです。こんにちは。えー、役者をやっているものです。一流の方と一緒にやっている西田さんから見て、売れて食べていける人と、えー、この仕事で食べていけない方の違いって何ですか一流でやってる人と、えっ、ー、と、まあ、食べていけている人と食べていけていない人の違いって結構シンプルだなと思っていて、要は自分の活動、えー、努力みたいなものを、えーと、仕組み化できているか否かっていうところだと思うんですね。 あの、増えていない人って、いちいちなんか努力してるみたいな。あの、その都度そのそん、よし、頑張るぞみたいなことやってるんですけど、あの、一流の人ってそうじゃないんですよ。もう、ルーティーンなんですよ。ずっと朝、朝から、えー、朝起きてこれやって、歯磨くみたいな感じで、これをやって、これをやって、みたいな。もう、ルーティーンに努力がもう入っちゃっているんで、だからもう、それすら努力と思ってないんですよね。 でちゃんとこう仕組み化していくっていうか、で自分が続けれる量が分かっているし、でそこをちゃんとするっていうのは、いちいち根性を絞り出してやるわけではなくて、どう仕組み化すれば、えー、と自分の技術がこう上がっていくのかっていう、そこをちゃんと作っているっていうのが大事なのかなと思っております。